発声の考え方っていろんな考え方があるし、考え方があっていいと思うんですけど、とにかくいい音が気持ちよく出てればいいんじゃないかなと思います。いろんな先生がいますけど、その先生にはそれが必要だったとか、その人にはこれが必要だったっていうのがあって、まあ最近考えてるのは、顔をこう4等分に考えた時に、前上前下、後ろ上後ろ下で、例えば音程が上ずっちゃう人って、もしかしたら前の上とか後ろの上しか言われてなかったりする。もし例えば、こっちしか言われてなかったら、逆方向、前下に歌うっていう感覚をすると声がうまく気持ちよく出たり、こっちだけ言われてたら逆に後ろ下に送ってみると声がこう上ずらなくなって気持ちよく出たりするので、試してください。例えば、このみほこのみーってこっちだけ考えてもう全部上ずっちゃってる人には逆ですよね。後ろ下このみーってなるんだったら、みーほーって送ってあげると歌いやすくなる人もいるし、逆にじゃあもうすごい下げて、もう下げるだけしか言われないってか、そのやり方しかやってないとしたら、逆が伸びしろ、このみーほーって固めちゃうんだったら、みーほーってこっちにも引っ張ってあげると声がこうまっすぐ綺麗に出るようになるかもしれないので、でこっちだけ考えてる人はこっちもいるかもしれないしとか、支え方もいろいろあると思うんですけど、なんか偏っていくと思うんですね、発声って。だからバランスを常に考えて、これでいいって思わないで、もう毎回自分で考えるよりも、やっぱり音がよくいい、音がわかる人とかと一緒に考えた方がいいですね。でこの固執してやり方っていうのは、あんまり伸びが、あの成長がストップすると思うので、いろんな方法を試してください。 I love the way you feel my dreams, the dream that you inspire with every sweet desire, be my love and with you kiss the sun.